るし君はい僕はね君に怒っているなん、はい、でかってわかるかまずわかるか聞いてみようあーちょっと怒っちゃうやつですね何もわかりません怒ってるよ俺は全くなぜかというとはい なぜかというと心当たりがないみたいだから教えてあげようはい僕たちねあのー、カルミアっていうグループでちょっと活動し始めてるんですよはいで、まあ、ノートっていうアプリをやってるわけですよそうですねあのブログみたいなやつご存知かわからないんですけどそういうのがあってちょっと始めさせてもらっててはいで一応カルミアのメンバーとしては僕ずんどうと まあ、ジャガとみたらしっていう3人なんですよ。はい。で、まあ、とりあえず、まあ、どんな人か、どんな人らが活動してるのかっていうところで、はい、僕がジャガとみたらしに、まあ、それぞれ自己紹介の記事を1枚書いてくれとお願いしたわけですよ。はいはい、なんかありましたね、そんなことし。しましたよね。まあ、ジャガの自己紹介、まあ、まあ、 まあなんだかんだ整ってましたと。はい。みたらしくん、君だよ、問題は。いや自己紹介は、ね、<laughs> なんだね何か、あの、何書いてもいい、うん、って聞いたら、何書いてもいいよって言われたから、うん、んどうしよっかなと思って、一応、書いたんだけど、うん。うん、えっと、まずいところはあるってこ、ね。まずいとね。えー、っと、何者かが全くわからん。 一応最初に書いてはあったんだけど <laughs> うん一応み短くね23行にまとめてはあったはず、ねうん、な,るなるほどなるほどなるほどということで、はい、今日はまあみたらしのね <laughs> みたらしを暴いていこうということではいみたらし100の質問の形に処しますおおんか YouTuber っぽいですねいや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 シンプルにだよいや何か何者かをね 聞いたことあるよでもこんなのある？いやなんかこんなのない。いえ？百の質問みたいな。あそうなのか。百の質問の経に勝すんだよ今から。ほうえそれは何<も>かん質問を今から百個募集するってことですか？いや違います。俺が質問百個考えて <laughs> <laughs> 考えて。え一人で？もちろん。<laughs> もちろんじゃ。ちょっと。 大丈夫ですかそれはいやいや大丈夫だよみんなが聞きたいことを俺が代表して聞いてあげるっていうまあコーナーみたいなもんですねあじゃあまあ今から100個考えるとして1週間後とかでいいですか <laughs> いやもう考えてきましたなんてこったとっくにあのあのノートの記事を見てからもうすぐ書いたあちなみにですねあのさっき説明したカルミアというグループの、うん、えーと詳細についてはノートの記事に、えー、載っていますので。 概要欄から是非ご覧ください、うん、素晴らしい。素晴らしい宣伝です。ということで、はいえー、ただただ質問を準備して、それを動画に、動画というかまあ、ムービーにしてあるので、はい、今回はそれを見ながら、みたらしくんに、えー、回答をしてもらうというような内容でお送りします。なんかね、ファイルだけを受け取ってるんですけど、実は。そうですね。まだ見てはないんだよね。 見てはないですね。なるほど。これなんか動画なのもしかして。動画、まあ、簡単な動画だね、一応。いやー、なんかね。ありがとうございます。混んでないよ <laughs>。<laughs> あ、そうなのうん。まあまあ、だとしてもね、わざわざ別で撮ってもらって送ってきてくれてるんで。うん、いや、皆さんにみダらしという生物がどんなものかと知ってもらうためですよ。 わかりましたじゃあまあ答えられる限りですね、まあ、100問なんで多分どうかな1個に5分ぐらい使ったとして <laughs> 長時間かまあどうだろうな1年分ぐらいにはなると思う <1年> <laughs> ちょっと途中でトイレはやめてくださいね <laughs> いやあ,あれねあのこのラジオ1年分っていうことね、うん、ああそういうことね連載形式で小出しにしていくんで <laughs> そんな興味ねは。わ <laughs> <laughs> そんな喋りたくねえわ。<laughs> じゃあやっていきますか、早速ちょっと。はい。これ何えっ、ー、と、短い、もう動画流しっぱなしで短い時間で答えていくっていう感じですかね。そうですね。短いのがまあ100個あるんで、まずあと16分一本勝負ですね。16分。<laughs> はい、16分答えっぱなしって思うと結構しんどいな、これ。ま僕ももちろん茶化したりはするから。ああ。 盛り上げていきますんではいえなんかもうごちゃごちゃになっちゃうよそれもう動画からの情報とね <laughs> 寸胴からの情報で俺もっちゃかめっちゃかになっちゃう一瞬一瞬っていうかまあ常に俺が二人いる状態ですねわかりましたはいじゃあ始めていきましょう受けて立とう <laughs> 本名はえーっと <laughs> 言っちゃった。<laughs> まあ、これ P, <和> P なんで。えっと、26歳です。まあ、この辺はね、まだ。出身は出身は、えっと、茨城県水戸市です。育ちは育ちは、ちは何えー、千葉、東京、<laughs> なえー、愛知。父親の名前はえっと、<laughs> っと、学ぶ。母親の名前はえー、ひろこです。これはね。大学何年生えっと、 えっと、3年生。芸能人で言うと誰にえっと、芸能人えー、あやべえ。アピールポイントアピ、えールポイントえっと、なんだろう。うえー、っとですね。まあ、落ち着いてます。最近ハマっていることは最近ハマっていることえっと、音楽を聞いたり、なんか、作ったりはできないけど、<laughs> それっぽいことです。特技は 特技はえっとーえっとーあーっとまぶたがひっくり返ります <laughs> 今までやってきたスポーツはついてくださいよえー、やってきたスポーツはえー、っと、バスケハンドボールテニスかなおお結構やってますね好きな YouTuber は YouTuber よく見るのはえー、っとーなんだっけあのラジオのえー、っと人、えー、ああ徳光さん あそれじゃない。好きなお酒の種類は、えっと、っ <laughs> えっと、お酒の種類、えっと、ウイスキーですね。あの何銭湯に行った時のルーティーンは <laughs> 銭湯に行った時は、えー、洗う、うん、えっと、サウナ、一緒に入る人がいれば入って、その後外。<ー>体の一部にものすごい筋肉をつけれるとしたら、どこにつけるえっとねあ、むず、むずいな ん胸かな。将来の野望はえ、将来の野望は、えっと、まあまあ、まともに生きる、ですかね。野望か。夏のこたつで鍋か、冬の外でバーベキューだったらどっちえ、こたつはだってさ、切ればよくない、うん、エアコンガンガンで夏のこたつで鍋。ね、どんな女性が好きえっと、女性は、なんだろうな。えっと、どっちかといえば綺麗な人の方が。 かもしれないい可愛いより女性芸能人はえっと、うん、女性芸能人ああもう最近はわかんえー、っと本田翼あーあ結<ー>構<っ>その人まだからえっと、うんうん、顔 <laughs> 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 中身とかはね分かんないからね生まれ変わるなら誰になりたい生まれ変わるならあ,あ、まあ、女かな 女それはどうして <laughs> えーっとね、なんとなくです。決してやましい気持ちがあるわけじゃないです。<laughs> 女って、女風呂やん、目的。好きなアーティストは好きなアーティストは、ミスチル・パフュームですかね。うん、あとは、うんうん、えっと、フューチャーベースというジャンルの曲をよく聴きます。パフュームでは誰もい。<laughs> <laughs> えー、ノッチですね。えー、っと、ま、あでも全然ね、ゆかちゃんとあーちゃんも、 好きですよ。乃木坂ではえっと、あの人しか知らん。あの、あの人しか知らん。あの、名前出てこない。生駒まちゃんはだって、じゃない。あ、西野七須じゃなくて、白石舞だ。白石舞ですね。そうですね。橋本真奈美入ってくんのこの中に。あ、西は。遠回りしたくなるああまあまあ、日によっては。日によってはね。 もうたまにね、2ヶ月に1回ぐらい。さよならの意味はえー、さよならの意味は <laughs> え、これ何なんか元ネタあんな、たぶん。えー、っと、なにこれえ、さよならバイバイ。答えて。なにこれ幸せの保護色は何色幸せの保護色。保護色。これ何ハライチこれは何ですかハライチなのかな幼稚園または保育園の思い出はえっと、幼稚園または保育園の思い出。えー、っと、 えっと、ピアノやってたけど何も覚えてないな。うん、小学校の思い出は小学校は、えー、っと、ああ、なんだろう。バスケしたことぐらいしかない。中学校の思い出は中学校はハンドしたことしかない。<laughs> <laughs> サッカーでうーん、それは違う、ね、高校の思い出はえっと、高校は、えー、っと、 テニス部でいっぱいバスケしました。<laughs> テニス部でいっぱいバスケしました。はい。他に高校の思い出はあるえーっと、何深掘りしてくんのこうだけ。えー、っとね、<laughs> えーっとね、ま、なんだろう、ハンドボールもしました。大学の思い出はあ、えー、っと、大学の思い出は、えー、っと、えー、っと、ずんどうさんとテニスして、うん、あ他に大学での思い出は うーん、まあ、バイトとかもね、居酒屋のバイトとかも多かったですね。<ー>学部の時は大体そんぐらいさらに他の大学での思い出はえーっと、大学院はね、研究ですかね。あとは、北海道旅行ですかね。お付き合いした人数はえっと、お付き合いした人数は1人です、今までで。うーん。1人だけです。ああ、ちょっと休憩です。 <laughs> <laughs> うんうんえー、っとちょっとですねなるほど夜のお付き合いをしたのは何人えっとだから一人って言ってるんだけどもまあなんかあ<ー>まあまあそうですね人その人の名前は <laughs> 何これもうね <laughs> ですねなるほど <laughs> うん お付き合いするなら何歳から何歳までオッケー何歳かえっと、合法なら下は別に何歳でもいいと思います。上は30ぐらい。自慢できるエピソードはえ、うん、ー、自慢できるエピソード。自慢できるエピソード <laughs> え、何これえー、ちょっとむずくないそれは。逆にクズなエピソードは <laughs> クズなエピソードはね、めっちゃ物なくすのよ。それは、だいぶクズ。連絡<ー>、えー、したえー、もう。 財布も携帯も、<れ><ー>もしかして渡部さんですかわ、小島だよ。何これ。<laughs> <laughs> 難しくない <laughs> あ,あ、大島さんでしたか渡部だよ。<laughs> いや、多目的トイレだよ。<laughs> 何言ってんだよ。<laughs> 面白いね。<laughs> うん、好きな言葉は好きな言葉むずいな。えー、古きを知り、新しきを知る。 えー、最近最近よくお風呂で歌っている歌はああーさっき歌ったのはえっ、ー、とめちゃくちゃマイナーな曲ですそろそろ飽きてきた<笑><笑>あまだ飽きてないというかどっちかというとねしんどいっていうのがいっぱいいっぱいですね <laughs> <laughs> ちょっと休憩したいなえ むずいな視力かなぁ。あ<ー>さすみたらしにとって男らしさとは男らしさとは、ええー、男らしさとは、ええー、心視力。ああ素晴らしい。どんな犯罪も許されるとしたらどうするんだね。えー、っと、<laughs> 犯罪も許されるとしたら、えー、っと、鍵業をめっちゃかける家に。愛とお金はどちらが大事愛とお金は、 うーんお金じゃないですかね、さすがに。<laughs> あ<ー>やっぱね、豊かにするんじゃ貧乏すかね。お金き出たブスは3日で慣れる理論。えー、っと、<お>えっと、いや、まあ、好きな方が好きなんじゃない特別な力を持てるとしたら何が欲しいえっと、特別な力を持てるとしたら、えー、ワープかな。何をしてる時が一番幸せ えー、何をしてる時か最近はもうお酒飲んで意味のわからない YouTube とか見るのが一番野球のポジションで言うと、うん、今の自分の立ち位置はどこ今の立ち位置はえー、どこだろうえー、っと監督かな自分を動物に例えると <laughs> えーっと動物に例えるとえーカメああ 白米をを汚す人をどう思う思めっちゃ汚したいと思うこれはねさすがにだってワンバンした白米が一番うまい好きな女性を落とす時の方法は落とすきの方法何で急に <laughs> えっと <laughs> なんだろうえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、とめっちゃ好きってアピールする肉,肉食系草食系、うん、それともあたし何これなんか入ってきたんだけど選択肢 <laughs> <laughs> え、装飾系です。あ、えっ、ー、と、装飾系です。あ、<laughs> あたしかなどっちかといえば。<laughs> <laughs> 伊勢の好きな仕草は好きな仕草ああー、結構、定番だけど、うなじが見えるのが好きなんで、髪かき上げとかですかね。うん。何フェチあ、えっ、ー、とー、うなじって言ったんだけど、足の方が好きです。<laughs> おもろい。 <laughs> 一つ秘密を暴露して秘密秘密最近最近抜くペースがどんどん衰えてきてるもう一つだけ暴露してえっとあーえー、っと秘密えー、筋トレ今日サボっちゃいました女性のパーツは <laughs> えーっと女性のパーツはえー、っとさっき言ったなあとはえー、っとなんだろう いや、うなじと足だ父派父派ああ、足がない。この質問者分かってない。<laughs> えっと、父です。巨乳派ヒニ派<ー> <laughs> あまあ、これはね、諸説あるから。諸説あり。うん、まあ、質みたいなとこあるよね。量より質みたいな。女性に身につけてほしい<ー>下着の色は身につけてほしい下着の色。あまあ、無難にしろとかすかね。 女友達のパンツが見えそうです。どうしますかああ、友達のあれによるよね、それは。見えてるよー、つって。よく見たら、その子が40歳くらいのおじさんでした。なんと突っ込みますかえっと、あの、あのー、見えてらっしゃいますよ。一番燃えた夜夜ののシシシシチチュュエエーーョョンンはえー。えー、まあやっぱ 暑い日じゃないですかね、汗だくさ好きなタイは好きなタイは、まあ、1000人いたら1000人が正常位と答えるので、そうしておきましょう。それはどうしてまあやっぱ、うん、こうね、一番くっついてるからじゃないですかね。ずんどうの好きなタイは何だと思う絶対。ああ、むずいや、でも。 かなぁ。いみ、hey, たらしい、今の気分はああ気分、うん、まあまあかな。<laughs> ちょっと疲れてきた。<laughs> 悪くはない。今、何問目おっと、どっかにヒントないのこれ。えー、っとね、えー、っとね、<laughs> 7、いや、6、70問目ぐらい。お酒は飲んでもいやー、飲もうよ、お酒は。まあ人に迷惑をかけちゃいけないね。 飲まれるな、だよ <laughs> <laughs> みたらし流お酒に合う最高の一品はえー、最近ねあの焼き芋とウイスキーにはまってます焼き芋好きなセクシー女優はえっとねやばい名前が最近わかんないわああ結構ね素人とかよりも見ちゃうんですよねその人の人どこが好きああ素人のどこが好きかっていうと <laughs> まあやっぱ <laughs> あのー。 下手くそな演技とか、ね。今、一番何が欲しい,い、ね、あ、今一番欲しいもん。え、なんか、PC と、なんか音響系のガジェット欲しい。うん、好きな漫画はえっとね、漫画か、まあ、青春時代のナルトですかね。逆だったかもしんね好きなキャラクターはえーっと、キャラクターは、 あ、何その中でえっ、ー、と、いや、なんでもいいよ。あ、じゃあ、ルルーシュです。それはどうしてあー、えっ、ー、と、すごいね、あの、かっこいいんで。やばいやばい。急に薄くなっちゃった。み <laughs> <laughs> たらしから解明するなら解明っていうか、まあ、そんなにこれの名前にね、思い入れないんですけど、まあ、ゆで卵ですかね。うん。逆に俺に質問あるえっとー、好きなタイは 気ハハハですああ合ってるじゃん1週間我慢するなら何えっ1週間我慢するならええー、ジュース飲まないとかじゃあそれを1ヶ月我慢してもらうけどいい、うん、俺あんま飲まないんだよねジュース <laughs> <laughs> ーいい結構楽なやつにしちゃったなそれコーそれコーフ それ、コーンフレークちゃうかいや、もう絶対わざと噛んじゃってるから。え、なんだっけこれえっ、ー、と、あ、コーンフレークちゃうな最近の大きな買い物は何えっと、大きな買い物このマイクが一番大きいくらいですかね。うん、5000円だけど。自分はどんな人と言われるえー、どんな人お前めっちゃ物なくすなって言われます。<laughs> 最近の口癖は えー、最近の口癖はえー、えー、あーそうっすねオートするならどこいやオート普通しないんだけど、まあ、洗面所が一番気持ちいい <laughs> <laughs> 最近あったいいことは最近あったいいことえっ、ー、あんまいいことないなえー、まあなんだろうえー えー、あ、ののこの質問作ってくれたこと。えーっと、宣伝。えーっと、えーっと来年から働くのでよろしくお願いします。運動は北海道に行きたいけど <laughs>、みたらしはどこに旅したい？えーっと、みたらしはねえ、えーじゃあ北海道行くわ一緒に。運動のいいところは、え、うん、ーっと、いいとこ？めっちゃ仕事早い。おー。 意外とすぐでしたね。ああ、なんか思ったよりすぐだったな、うん。あっさり100個って意外と短いのね。200個用意するわ、今度は。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ,あの 次僕1000個用意してこなきゃいけない。やべえ。<laughs> ああ、ちょっと疲れた気がする。なんか、考える時間長いかなと思ったんですよ。はいはい。意外と焦ってましたね。いやー、基本的に僕、頭の回転、早くないんで。<laughs> パッと出てこやっいや、てかね、あの、うん、エピソードは、出てこないよ。うん 出て5秒じゃち、えっと、気になったところを掘り下げていきたいんですけどもあここから掘り下げるんですねちょっとうん気になったところまあみんながやっぱ知りたいところは全部やると大変なんで、はい、<laughs> <laughs> あじゃあそれはねノートに今度まとめるとそうねそういうことにしといて育ちは茨城県でしたっけ出身が茨城なんだったっけ えーっと、出身はそうですね出生は茨城です友達は神奈川東京とか言ってなかったっけなんか親の転勤で千葉とかに行ってたらしいんだけど記憶はほとんどなくて、うん、幼稚園は東京で、うん、幼稚園東京ってなんかまあ生きっとるな生きってるししょ <laughs>、あのー、めっちゃ東京ディズニーランド、うん 100回言ったから100回っていやめっちゃ適当だけどり、ね、前の人と一緒やないかい <laughs> 伏線だったいやみんながまあそんなまあそんどうでもいいっすよっ間違えた間違えた <laughs> 父親の名前とかでしょやっぱ気になってくるの学ぶやったっけ一番気にならないお,お前お前雷の学ぶと一緒だな <laughs> <laughs> 用意してきたんかいやしてない <laughs> 母親はまあいいかうんそこはでないんだ 他で行くと、アピールポイントって,なんかってっなんか何か言ってたっけ何か、何か言ってたっけ物なくしますやったっけいや、それはね、うん、まずいポイントで言ったかもしれないけど、アピールポイント俺な、もう記憶ないんだけど、俺ほとんど、ん質問俺も記憶ないから、まあ、あんまそんなにいっか。<laughs> 多分ね、じゃまうん、今考えればいいんじゃないアピールポイント。<laughs> 確かに。今考えたらじゃあ、あ、なんだ、落ち着いているとか言ったかもしれない。あ、言ったかもしれない。 どっかでそれは言った。めちゃめちゃ焦ってたけどね。<laughs> 全部の質問に対して。両 <laughs> 速で矛盾するセリフを。<laughs> 確かにね。まあ、しょうがない。あの、うん、回転が遅いので。好きな YouTuber、なんかラジオ。ラジオの人。あって、あ、えー、っとね、タック TV だ。思い出した。タック TV。ー知らないもちろん。あなんか、ラジオラ,ラジオの。 うん、動画でラジオやってるみたいな。うん、あじゃあまあ、一緒ってことですね、うん。でもなんかね、もうちょっとちゃんとした動画を作ってらっしゃる。まあもちろんね、あのひうん、100万人 YouTuber だったかな、うん、多分ん。いやまあ100万人向いたらさ、うん、なんかこっちも気張ってやるやん。<laughs> まあまあ、でも、一番最初っから多分そういうスタイルじゃないかな。うんそんな感じの人です。 あのぜひ今度ちょっと見てみます興味がある方はうんはい次いきますよ <laughs> はいうん、で気になったの体の一部にものすごい筋肉がつけれるとしたらどこにつけるだいぶ苦しんでたねこれいやだってさまあ、やっぱ、うん、胸背中足のねあの3つで迷って、うん、腕はないんだいやだって やっぱね、基礎代謝を上げて痩せやすくしてくれるんだったら、うん、体の大きい部位かなと思って、うん、俺腹筋かなって思ったんだよ模範回答はあーいや腹筋だあの腹筋だけすごい人ってマジでお腹出てんのよ、うん、あそうなのそうあのもう一周回って出ちゃってるんだよね胸と同じその やめとこうか。あの、長くなりそうなんでね。ああ筋肉 TV になっちゃう。筋肉 TV になっちゃうんで。えー、そう。えっ、ー、と、だから、胸って言ったけど、まあ、じゃこれ、意義、意義あり。はい。夏のこたつでの鍋か、冬の外でのバーベキュー。だからちち、ちょっと、条件のこと言ってたよね,ね。条件をさ、ちょっと指定してもらわないと、そりゃ。夏のこたつ、もちろんオン。クーラーなしエアコンはなしなし。で<す>、鍋か。 冬の外で、バーベキュー。うん、バーベキューは、そうね。まあ、タンクトップかな。いや、それはね、死、うん、ないよね。うん死。死、うん、に直結してる。いや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 。いやもう、火つかん。ああ、まあ、愛知県か。両方とも愛知県両方とも愛知県。知県ああ、むずいなー 基本的に僕は暑いの苦手で寒い方が好きなんですけど、うんうん、タンクトップは無理やろ。本当にさ、あ,<ー>あのー、うん、芸人の方々、本当にすごいと思う。<laughs> あの、衣装がタンクトップの方々、うんうん、本んにすごいよね、あれ。ということで、こたつなです別、ね、のこたつの方ですね。まあだってサウナだと思えばね、うん、サウナで鍋食えって言われたら、まあ、ギリ食える。ううんうん、うん けど好き、まあ、タンクトップでやってって言われたらちょっと帰るかかちょっと帰る俺は冬の外のバーベキューかなでもいやータンクトップは死ぬよマジでエモいじゃんいやーならこたつの方がエモい <laughs> 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 どんな女性が好きあどんな女なんて言ったっけあなんて言ってたっけ可愛い系より綺麗系みたいなことを言ってたんだけど出ってた まあ全然そんなことあるかなそんなことないかもしれない。見た目で言ったら、たぶ、うん多分ね、はんだつばさって次で言ってるからね。ああ、確かに。だから、それは合ってるんじゃない合ってるの合ってるんじゃないたぶ、うん、見た目で言うと、鼻が高い人とかは好きですね。ああ、じゃあ、綺麗系じゃん。そうですね。 中身で言うと何だろうなうんあ,ある程度自立してる人の方がいいかな自立してる人ねうんまあんだろうどっちかで言うとサバサバしてる人の方が好きかもしれないですねはいで次、パフュームでは誰派のっち。まあこれはもう全人類 ご存知かと思いますが、まあさっきの綺麗系っていう話からいくとそうだではないのかなと思います、ね、高校生の時に CM で、うん、多分パフュームの、うんうん、コーラの CM でコーラ、うん、全然それまでパフューム m 興味なかったのにパッてその CM 見て、うん、なんじゃこのなんじゃこのかわいい女子はってなって 完全に見た目から。好きはあれか顔から入ったタイプですね。あ顔からです。<laughs> なるほど。今はそれのおかげでなんか好きな音楽のジャンルとかもそれによ,、うん、よるというか。安高派ね。そうですね。DJ の人が作る音楽とか、うん、そういうのが好きな感じですね。で、次の質問から。まあ、あはい、ごめん。 いやい、西チル全然違うなと思ったんだけど、<laughs> まあ次きましょう、次もも個人的に解決しといてもらって、<laughs> <laughs> はい。次からが乃木坂では誰推しという。はい。いや、冷静に考えたら、まあでも、西野七,七瀬だっけ。うん,うんうん。もうまあか、ゃかわいいと思うけど、いや、まあでもし、うん、なんだっけ、マイやん。 うん、白石麻衣の方が、まあなんか印象は、うん、タイプ的にはそうかな。うん、ありますね。みたらしさんの。で、次が橋本七海と西野七瀬と白石麻衣の三人なら誰推し西野真白石麻衣。うん、橋本七海って、同世代の人だっけ、うん、その中に並ぶ。一応一期生だから、この三人は同期みたいなもんなんだけど、 ああはいはい。もう顔、ぼやーだもん、完全に。俺だったら、めちゃ迷って、橋本七海かな。あそうなのうん。西野七瀬じゃないの、うん、難しい。<laughs> 難しいんだよ、これは。ああ<ー>。うんなるほどね。まあ、俺もノッチっていうのは、あの、入りの時だけだからね。はい。で、次ですね。はい。<laughs> <laughs> 次だよ帰り道は遠回りしたくなるっていう質問これ何これなんかあんのこれねこれねうな緒ちゃんのねいやかん卒業のソングなんだよいやん卒業ンシングル知らん知らんのタイトルが帰り道は遠回りしたくなるなんだよ、うん、なんか時々そういう怪しいのあったからな、うん、どっから持ってきてんのかなっていう次の質問が「さよならの意味は?」 っていうやつなんだけどあ,あそこで察したのかその回、うん、り道はねまだギリ質問と捉えてたわうんこれはななみん橋本ななみの卒業シングルいやもうそれ寸胴の自己紹介になっちゃってるからうん <laughs> あ,あごめんごめんちなみに「幸せの保護色はえマイアンの卒業シングルほうほうほうあ全部曲名なの、はい、そうだよ 全然知らんじゃん、俺。そっから撮ってる。うん。全然知らんな、俺。だから俺が純粋に楽しんでた、ここは。<laughs> <laughs> 完全に数合わせに来てんな、<laughs> うん、いやいやいや,いやまだこれ序盤だから、28,29,30だから。<laughs> あれ、そうだっけ俺、割と終盤の記憶な気がしてたわ。で, <laughs> で、なんか幼稚園、小学校、中学校、高校とか、まあ大学の思い出は、まあ、なんかまあいいや、質問の通りですね。 ああまあまあそんなぬるっと出てこなかったからうん、うん、その大した思い出なかったとまあそうだねドッジボールとかよくやったなっていうドッジボールは言ってなかったぞ <laughs> <あー> <laughs> もうその事前にさ部活の話をちょろっとしちゃったからなんかもう部活のことばっかり出てきちゃってねなんかバスケ部で違うなんだハンド部でバスケしてましたみたいないやテニスだね ああ<ー>小学校はバスケやってて中学校はハンドボールっていう、うん、あの知らない人もいるかもしれないレベルのマイナースポーツをやって、うん、いやハンドボール面白いよねでもあなんかね実は面白いんだよねうんなんか愛知県だけやたらある部活がやたらあるイメージえそうなんだ、うん、あんまないからねそもそもマジかで高校はテニス部でバスケを ああなるほどテニス部ですね、はい、ちゃんとバスケ愛好会でここらへん次からお付き合いした人数と名前と夜のお付き合いとだねえこれさあっっっけ名前のやつ俺全部 P 入るもんだと思って普通に言ってたんだけどもそういう理解でよろしいでしょうかまあ一応じゃあ P 入れとくわまあまあまあ、まあ 忘れてたけど <laughs> <laughs> 全然出す気満々やったごめんケー、OK、お付き合いするなら何歳から何歳まで OK 下はいくつでも上は30やったっけあでもね冷静に考えたら下も、うん、多分ね合法ならって言ったんだけど、うん、18歳の女の子と会話合わない説あるからねもういや合う合う 2> 2 6でで歳差でしょうんもうギリギリね、携帯って言ったらバカにされるでしょ。うん、ああ、確かに。え、何それっつって。スマホのことの知らんもんね。言われちゃうわ。だから20、二十二十歳超えぐらい。まあ20、二十二十二とかぐらい。ケち二十二。四五個下か。 あまあ、それぐらいだったら良さそう。あとは、だからその何会話が合わなそうっていう理由だから。うんうん、会話が合うなら別に。赤ちゃんでもいけると。赤ちゃんでもまあ、ギリギリ。なるほど。おまわりさん。<laughs> 合法ならって言ったんでね。<laughs> なるほど。一個質問ね、俺抜かしてたんだよ。えっと、もしかして99個だったってことでしたね。100個目いきます。あそうだうん 金、女、酒、我慢するなら何っていう質問ってあったっけなかった。なかった。ないよね、金を我慢って何ね <laughs> 散財ってことそうだね、うん。ああ、俺散財はね、多分ある程度我慢できるね。うん、女もある程度我慢できるね。うん。酒だけ我慢できないのか。酒もまあ、しろって言われたら、できると思うけどな。じゃあ、1ヶ月全部我慢し <laughs> 褒美が出るんですよね。褒美は。倍にしてってくる。先がゼロだろ。いやー、なんだろああ、あれもしかして渡部さんですかに対しては、どうでしたいや、どうもこうもやっぱ僕、頭の回転遅いんで、小島大王までのラグが長かったですね。ああ、ありましたね、ラグ。で、その次に、 あ大島さんでしたかに対しては言うことないもんねだってそれはよくわかんないけど家違いますか得でどうのこうの言ってたよねまああの特に言うことはなかったですまあ楽しませてもらってましたはいあで最近よくお風呂で歌ってる歌曲僕大抵音楽を絶対聞きながらお風呂に入るんですけどああさっきさっきお風呂入ってきたんで さっき歌ってたのは、うんえー、どれだろううん、どこだろううん、こ、こえみえ。これなんて読むのこえみえこれなんて読むのこのアーティストさん。はいこえみしちょっとググっていい読み方。うん。こえみこえみこえ,えみさんのフラットソーダという曲でした。えー、なるほど。かだから、変な。 変な曲<あ>か変な曲って言ったら失礼やんあまあんそんなメジャな夢じゃない、うんうん、これから来る人の曲を聴いてるとそうですね逆張りオタクなんでなるほどはいはいえー、あと気になるとこ結構時間も押してきたんで <laughs> <laughs> はい時間あったんです、ね、野,球野球のポジションで言うと今の自分の立ち位置はどこ ああ、えっと、だから、中の9人以外かなと思ったんで。ああ、いや、なんか、観客って言おうと思ったんだけど、うん、観客はちょっとさすがに、うん、あの、髭しすぎかなと思って、うん、監督にしたら、監督 <laughs> それはそれで、なんか、すごいこと言ってる。高く起きすぎじゃね、うん、って思いました。まあでも、まあ、思った通りの、ね、素直な答えだからね。 監督とといやちょっと営業妨害なんでまあ今監督っていう立場でまあやられているということで先生をそうですね基本的にあの先輩はいないので後輩しか今いないという<笑><笑>あ監督ですねはい,いや全然いるわ先輩<え>同室だいるんかい、はい、で気になった許せないところ白米を汚す人をどう思う まあちょっとあれは嘘だったかもなワンバンよりやっぱツーバンスリーバンした方が美味しいから <laughs> なるほど、うん、まあタレなら、ねはい、この人を消してくれ <laughs> まあ発球を追いかける高校生を潰すようなもんだぞ発球を追いかける高校生を潰すうんえっと発球を追いかける高校生を潰す <laughs> 何もないよ。<laughs> <laughs> 個性があるってことですね。<ー>バウンドマンは。バウンディ、いいアーティストです。で気になるのはあ、自分は肉食系、装飾系、あたしみたいなとかありましたよね。寸胴が割り込んできたんで、まともに答えられなかったんだけど、うん、一応装飾っていうのが正解だったんですね、うんでまあ。もちろん僕はその質問の回答を読んで、次で、はい。 と見せかけてに夜は肉食系とあれそんな感じだったっけあ夜はついてなかったかなんかと見せかけて実はあたしだった気がするああであたしを選んだとそうですね <laughs> 何やねこれ <laughs> 肉食ではなかったからしょうがないあこの辺からあれだねみんなが気になりだすところまず「知り派父派ああ はははいはい、はいこの2択はなんかぼやきながら「足はないんかい」とか言いながら父を選んでましたねいやーまあ確かにね父って言ったんですけど見たらしい父ってっとも言ったは言ったものの、うん、あの尻ってあれなんですよね足の延長線上と言っても過言ではないんで、うん、それで言うならば尻も捨てがたいということに後から気づきましたうん、うん 原爆は以上ですだ、ね、ただの変態まあしょうがないよねみんな大好きだからこの人類の半分は巨乳派貧乳派でいうとなんか綺麗なのがいいみたいなそうですね量より質みたいなこと言いましたねだから何貧乳派ってことだったよねきっといやだから量より質ってことだよね <laughs> <laughs> まあ別に大きくてもいいし、うん、ああ質が良ければ何でもいいと。 そうじゃないですか。張りがあって大きいのが一番いいってはいもう変態 <laughs> まあ貧乳派の運動さんからはかなりやめなさい戦,戦争が起きるかもしれないんですけどやめなさい <laughs> 女性につけてほしい史跡の色は白白まあやっぱあれじゃないですかなんか青春 ハビッチみたいな。ああ<ー>。いや、わかんない。まあ、それは燃えるかもしれない。あ一応、そこは同意なんだ。うん。あでもその回答だったら、まあ、か。はいはい、ああ、ギリギリセーフ滑り込んだか。滑、うん、なんか、んさんがボソッと黒だろうみたいなこと言ってたんで。言ったっけあれ、言ってなかった <laughs> 言ったっけまあ、黒。ん 俺はあれじゃね黒というよりあの演じだねはい演じ中国人かなやめなさい赤のパンツ大好きだからね中国の方えそうなのパンツってか赤赤色が好き赤じゃないんだよ,、うん、んだよちょっとなんか黒っぽい赤だからああはいはいはいあの深みがかったやつねそう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 レアだな <laughs> あんま買う人いなくないそれいやー まあ深くは話さないけど、えっとんさん地の単数事情はちょっとあんまりこれ以上深く掘らないようにします。<laughs> はい、女友達のパンツが見えそうです。どうしますか <laughs> ああ、そうだね。だから関係性にもよるけど、言える人なら、まあ、うん。見るのは大前提なんだよね。だって、知ってるじゃん、もう。 友達のパンツが見えていますの時点でもうね、視覚してるわけだから。見えそうですだもん。あ見えそうですだったっけうん。あそっか、もうみ見る前提だったな、それ。なんか、あ多分これ、なんか目線を下にしたら見えるなっていう状況。ああ、なんか高校の時とかが一番さ、そういうのあったよね。うん。えー、全然なかった。 あれ本当制服だった制服だったよ。あの、制服の何あの、セーラー服ではない。そう、セーラー服。ああ。パンツ短いじゃないや、スカート短い人とかだったらね。<laughs> いや、高速きつかったからさ、スカ<あ>全然いなかったんよ。あ、そうなんだ。うん、もうなんかお辞儀したら後ろから見えるべみたいな人いたかな。マジかよ、まあ。だからそういう、 人に対して別に見えるよって言えるような、うん、なんだろう、人間じゃなかったんで。うん。ただ見るだけみたいな。まあ、その時は多分普通に、あっつって。うーん、いいなぁ。ごちそうさまでしたっていう感じだったと思うけど。まあ、その子が40歳くらいのおじさんだったけどあ、それはだから、<laughs> 何それ。ええっと、まあだから、えー、見えて、 いいいらっしゃいますすよとと <laughs> うことですねおじさんには言えるんだ。<laughs> それは、<laughs> なんなら言った方がいいよね。早々 <laughs> <ー>に。うん、誰かが指摘すべき。なるほど。いや、でも知らん人は無理。よ、さすがに。いや、もちろん知らん人で。知らん人はさ、それはだって、目合わせちゃいけない人じゃんだって。うん、できる限り、ね、あの、トラブルは避けていく。ということです。うん 面面白白かったたなまあこれも考えてた方が面白い<え>好きなタイはまあ正常医。はいまあ、深くは掘らないけど、まあ、正常位が好きと。まあまあまあ。そうですね。気んあの寸胴さん。騎丈位派の寸胴さんとはまた戦争が。まあまあまあ。どっちも好きだよ。<laughs> <laughs> まあまあ。まあ大体ね。あとなんか気になるのはあれだね。お酒に合う最高の一品はっていう質問で。 なんか最近ねあのー、お芋さんをよく買ってそれ合うのあのねちょっと長くなるのであんまりね、うん、時間をかけたくないんですけど、うん、ウイスキーって結構甘いのとかあるんですようんでその甘い系のねウイスキーに合わせて焼き芋とかなんか甘いの食べたりとか うん、あとは、なんか、燻製系の味がするウイスキーもあって、うん。その、煙たいような、バーベキューの煙たさみたいな、そういうのには、なんか、うん、えー、なんだろうな、あの、缶詰の魚、魚の缶詰とか、うん。合わせると、うまいっすね。のんべえじゃん。いやー、ちょっと、片足を取られたので。のウイスキーのじゃない方は、のんべえだったね。 え何じゃない方 <laughs> え焼き芋じゃない方なんか魚の缶詰の方ああまあまあまあ焼き芋はまあちょっと今度やってみようかななんかねえウイスキー飲むのウイスキー飲むよえ何で飲むウイスキーうーん店とかだったらハイボールああ<ー>基本まあお店はあんまあれだもんねバーとかじゃない限り、うん、なんかお高いのやったらまあロックかうんで飲みたいねああ 僕はそんなお金ないので、高いウイスキーは買ってないんですけど、うん。それでもまあなんだろうな、俗に言う1000円前後のやつはまあだいたいハイボールで飲むし、2000円ぐらいになってきたら、うん。まロックとかで飲んだり。うん。それは正解だよ。しますね。何の話だっけ 焼き芋の話であ焼き芋ねあそうだかぜひ焼き芋まあ甘いしあとんだろう脂肪がねうん少ない控えめなので焼き芋糖分は多いけど脂肪脂質は少ないんじゃないかな芋だから多分筋トレ焼き芋マニアであと冷蔵するとあのんかいいらしいんで何にあのりあえずいいんや 太りやすい成分が少し抑えられるそうなんで、ぜひ。そうなんだ。今、ドンキでね、冷やし焼き芋っていうのを置いてあるんで、うんうん、ぜひ。え、じゃあ、ダイエット食品になりうるいや、あの、なりえません。なりえないか。カロリー爆弾なんで。<laughs> 糖質はすごいんで。でも、おなら出るから、カロリーゼロじゃないのか。ああ、まあ確かにね、おならに弱いもんね、カロリーって。うん。じゃあ、ぜひ、夜中に。 ごくえっと,と、ね、これが1週間我慢するなら何その後じゃあそれを1ヶ月我慢してもらうけどいいってやつああんて言ったっけジュースを禁止しますと1ヶ月はいはいはいジュースって何ハ<や>イボールも入るんじゃないそれはちょっとずるじゃないお酒って言うおうか悩んでジュースにしたのよそこはああ<ー>お酒ちょっとやだなと思って。 うまく逃げたなジュースよく考えたら俺多分1ヶ月ぐらい飲んでないしなああじゃあまあ引き続き <laughs> ああはい引き続きさせていただきますえ <laughs> あとはあともうないな別に特に彼女募集の宣伝してでなんかちょっとよくわからんこと言ってたよねああはい来,来年からあの働き始めるのでうん、うんえー よろしくお願いします。どういうことで,ことです。まあ、ぜひね、みたらしくんとお付き合いというか、まあ、会ってみたいという方は、<laughs> メールいただければ。うんね、どうなんの、メールすると。うん、メールすると、えー、お便りとして読まれます。ああ、なるほど。<laughs> お便りとして読まれるか、はい、もれなくみたらしくんとの、まあ、お見合いができるという感じですね。<laughs> あ、もう、あれなんだ。オープンなんだ。こっち側は。もう、誰が来ても、もう、受け入れますという。うい,ういや、とりあえず会うのは、できますよっていう。そ,うん、そうなんですね。うん。そうらしいです。<ん> <laughs> まあ、お願いします。ぜひ。はい。ですかね。気になることは以上ですけど、逆に、みたらしさんから何かありますえー、これ、ね よくく作ってくれましたね、うん、いやいや楽しかったよ。あ本んなんか僕としてもまあ、うん、あのー、なんだろうなちょっとねやっぱ回答が遅かったのであと、うん、に、うん、多分かぶってるんだよね結構そのあ<ー><つ>質問と俺の回答が,、ね、の回答が次の質問と自分の回答がかぶっちゃってたから。 もうちょっと早く回答できればよかったなっていう。うん、え、これリベンジしたいっていうこと <laughs> 違うんです、ね、じゃなくてね、こう、次僕が作るときは、もう少し秒数を空けてやるべきなのか、というね、うん、ああの次回につなげるサメの反省だったんですけど、どあでも、ずんどうさんはね、頭の回転早いんで、ある程度。うん、マイナス2秒ぐらいでもいいかなと。ああ、じゃあ、えっ、ー、と、えいするんで、僕、質問をひたすら。 <laughs> あの3問に1回息継ぎするぐらいで優勝するいやばすぎでしょぜひ<非>できればまあす,するならやっぱちょっと乃木坂ネタを入れてもらえるとそれ下調べいるじゃん <laughs> めちゃめちゃあのパフュームのやつ入れてくるわじゃいや怖 <laughs> ちゃんとね、はい、回答も予想しながら質問も作ってるんでねあそうだったね先読みが いくつかありましたからね。うん。あ、まあ、確かに。まあ、これで今回ので、ちょっとみたらしさんの生態がわかったんじゃないかと思うので。本当ですかん本当に、そうですかね。まあ、まあ、落ち着いてるっていうことはわかりました。あすごく落ち着いてるって慌てながら言う人だっていうことですね。<笑><笑>でしたね。まあ、ちょっとノートの方でも、ああ<ー>、ちょっとみたらしさんのなんか、うん、ね、 プライベートな一面が見れるんで。そうですね。自己紹介はしてないかもしれないけど、プライベートのことは書いてるんで。そうそうそう。ぜひ、今も自由帳みたいになってるんで、落書き帳、ご覧ください。はい。ありがとうございました、本日も。はい、こちらこそ、ありがとうございました。次回は、あれですかえっと、100の質問、寸胴編ということで。す怖いな答える方が怖いなまあまあまあ。 あれだもんな寸ずんどうさんの場合は自己紹介がある程度ノートに書いてあるんで、うん。その辺もちょっとずらして、なるほど。やっていくかもしれないですね。うん、ただちょっと一つ知っておいた方がいいのは、100個は考える方が死んだ。ああ、でしょうね。普通ね、うん、この100、まあ、てか普通ってさっき言ったけどよくあるみたいな。うんまあ、もしかしたらないのかもしれないけど、こういうのって。うん。 でもなんか、よくあるのはなんかさ、質問募集してやるみたいな。ああ、そう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 。そうだ、そういうのイメージして言ったんだけど。100人が1人1問みたいなね。うん。でもよく考えたら、ああいうのもさ、あの、うん、募集した質問から選ぶわけだから。うん,うん。まあ、それを考慮すれば、ね、大変さは変わんない説ある。え,え ?100 個自分で生み出すのと、 うん、募集フォームから100個選ぶのは、実は、同じ。大変さにあれだね。100個質問考えるのけ緯にしょそかな、次は。僕、ずる賢いんで、うん。あのー、なんだろうな。はじめ社長の100、あの100の質問みたいなやつとかね、うん、すごく参考にさせていただこうかなと。なるほど。あるよね、多分ね。 ヒカキンとかある,あるでしょ、多分いや、でもね、これ考えてる時間楽しいよ。<laughs> <laughs> <laughs> まあまあまあ、確かにね、先読みのやつとかはもう完全にストーリー作ってるからね、うん、ある程度。なんかヌメロンしてる感じだったもん。ヌメロンって何え、ヌメロンってあれじゃん。数字を、4桁の数字を当て合うゲームやん。何その、飲み会でもやらなさそうなゲーム。結構頭使うやつ。 おそんなんあるんだ。うん、あるある。じゃあ次回ヌメロン会ということで。なるほど。それは楽しそうですね。<laughs> まあまあ、あの、聞いてる人何が楽しいのかさっぱりわかんないけど。いや、あれでもね、YouTube とかで上がってるよ。テレビもやってたしね。へえ、そうなんだ。うん。そんなゲーム性高いんだ。高いよ、高い。まあじゃあ、やってみましょう。次回ね。はい。絶対やんないけど。やんないね。 ではまた来週お会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。